こんにちは。2023年4月14日ね。4週間と3日ぶり。ちょっとか僕としては感覚早いですがね。ガソリン入れた後のね、あのー、お話です。コスモ石油でね、1リットルあたりね、1円オフのクーポンがアプリであったので、それをなんか、あのー、使って、あのー、入れてきました。PayPay ペペカードなんでね、あのー、PayPay でね、 3722ポイン円だから37ポイントあ37ポイント戻ってくるのかで空気のね前タイヤ入れても空気圧点検してもらったところなんでねうーんと,ちょっと,ちょっとたまたまね前の担当の方が来てね空気圧点検してもらいましたんーであのー、入れてくれて後ろの前の変えた方じゃない方がね消耗幅が大きかっただってまたね 変えられてしまうのかなと思ったらね、あのねんと消耗幅ですかって言ったらやっぱ、まああの、タイヤの消耗あの、空気の消耗幅ですかって言ったら、はいっていう話でしたね。5000円のポイントでチャージするってなんか入れるところとね、あの交互に、ね、2ヶ月間で、ね、やってくのを2回,2回で済ますためなんですが、今回はね、2回ともね、その。 1>, まあ、1回当たりの金額は安く済むコスモ石油でね、あの、しました。もう一つの方がね、日体当たりは安いには安いんですけどね。では、ありがとうございました。